日本埼玉県八潮市がけがけは埼玉県八潮市の大技。郵便番号は340-0824。地区を通過するつくばエクスプレス八潮市の南部に位置する。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの線路がほぼ東西に通っており、付近には八潮駅がある。一部では区画整理が進められている。海抜が 雪塚と並び市内で最も低く、最低点は海抜1.0から1.3メートルほどである。当然ながら水路や暗渠上ではこれより低くなる。東西に長い地形であり、中川の砂岩付近に飛び地が存在する。また、区域のほぼ中央に火災用水が南北に、南側には崖側が東西に流れている。東は古神殿、西は大曽根。 浮塚、南は、崖川を挟んで、東京都足立区六期、新名、北は、大原と接している。崖という文字は、実世代に水準漢字であるが、この地名並びにこの地を流れる崖川の名を表記する、以外には使われない。国字であり、地域文字とされる文字である。この字、読みの起源について、八王氏は1981年に、 第二次八潮の民族調査の調査報告書の中で、水がかける様子を意味しており、水が流れる時、土が流されて、行くという字を当てたものとしている。一方、早稲田大学教授で日本語学者の笹原博之は、文字通りがけの意味であって、貸しの斜面を意味しており、がけを意味する中世の漢字、木が、時計揺れによりこの地では、がけに変化して定着したものという見解を、 発表している。2020年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。崖稲荷神社、ありがとうございます。